7月29日は京都最終日です。ということで、この日は清水寺の方に行ってまいりました。あの清水寺です。で、行く途中に坂が長いことあるんですが、歴史を感じる商店街が多く、外国人の観光客にはおすすめです。清水坂を上がってきて正面に見えるのが仁王門、ドラえもんみたい仁王門なんですが、朱色が美しいことから赤門とも呼ばれています。修学旅行で来ている学生さんがかなり多く、キャピキャピしているのが羨ましかったです。こちらお見逃し注意、平安時代初期に創建、1632年に再建された国内最大級の三重の塔です。そして清水寺の中に入りました。中もいろいろ展示されてて、ぜひ一度踏み入れてみてください。清水の舞台から飛び降りるのことわざでもおなじみの大寺院で、京都を一望できる絶景ポイントがこちらです。桜や紅葉が綺麗な季節に訪れるのもおすすめです。今奥の院にいるんですが、さっき言った本堂を見渡せるため絶好の撮影スポットとなってます。さっき言ったところがすごい真っ赤で鮮やかな三重の塔、そしてそれを囲む自然を綺麗に写真に収めることができます。三年坂を下っていくと、有名な藤波という団子や抹茶などを売っているお店に行きました。無糖の抹茶とみたらし団子です。きな粉もついてる。じゃあママ一本どうぞ。熱っ。なんかあまり弾力がなくて、醤油の風味が増してる感じが美味しい。その後、33元堂に行きました。仙台の仏像すべて表情や持ち物が異なっていて、迫力があるところでしたが、カメラ NG だったので、こちらの写真でどうぞ。茶碗坂です。茶碗坂にも行ったのですが、あまりいろいろなかったので、三年坂にもう一回行きました。今日が京都最終日で、夕方は東京へ向かいます。かき氷を食べたいと言ってたので、梅園の清水店にも行きました。1927年の創業以来、手作りの味にこだわり続ける昔ながらの店だそうです。すごく落ち着いた雰囲気のある店で、食べやすいサイズのみたらし団子も大人気です。これは冷たいグリーンティーです。もちもちです。東京行きの新幹線に乗る予定だったので、結構早めにバイバイしました。京都終わり。3つ私の京都の旅行の動画あげたんですが、皆さんも夏休みを楽しく過ごしてください。今年の夏休みは家族と親戚5人で満喫できました。出かける際は熱中症に気をつけてください。ではまた次回の動画で、バイバイ。